気持ちのいい風が吹いていたので、わざと道に迷ったら親切なおばあさんに会いました。とても親切なおばあさんだったので、幸運を祈ってもらいたいと思いました。おめでとう。ありがとう。さようなら。さようなら。ノルウェーには行ったことがない。わかも。ノルウェーには行ったことがない。そういえばおばあさんは林さんと名乗っていました。それはうかつじゃ。こんばんは。正蔵と言いますよ。こんばんは。みんな元気ですか。あ、歌うと思った。いや、今日はね、みんな普通と違う体験をして帰ろうな。こうやって今から割と喋るから、じゃあ割と喋るからで、聴いてください、最初の曲ですってやるからね。いやいやいや、じゃあね、何しようかな。ハイフンコミュニケーションや。始まられへんがな。そんな難しいやろ。じゃあだから普通はだってイエーイイエーイとかやろ。そんなここに集まってるみんな違うよ。レベル高い。できる子やで。これね、ハイフンできるやん。自分らできるやん。ええな。チョコモナカ。ほら、できるやん。柳田係長。誰やねん。グダグダやな。わかる？大切だね。笑い事やで。東京から来ました。プシュー言うてるよ、プシュー言うてるわ、プシュー言うてるわな。二酸化炭素が出てるんだ、あれから。プシュー言うてるね、あれ。ちょっと待とっか、プシュー言うてるからな。もうライブ始まってんで。プシュー言うてるな、ありがとうな、楽しいわ。もうこのままでいいか。あのな、そのほら、さっきほらハイフン言うてん、間が大切やろ。そういうね、間の大切さを歌って歌おうと思うよ。でな、この機械がな、操作できそうやろ。できると思うなよ。一生懸命教えてもうてんけどね、すぐ忘れるからな。東京から来ました、ソルドです。ありがとう。嘘なんで、嘘です、嘘ですよ、嘘です、嘘です、嘘つきなんです。東京から来たのはちょっと昨日もライブだったんでね、今日は難波と千日前の間のところぐらいから来ました。そうです、ありがとうございます。では最初の曲です、聴いてください。You're so cool.
までただ怒れている子供のようなガシガシ夢を語れないようなやからになるくらいなら立派なもんだ。ゆらゆら揺れているいい加減なダンス、間があったことしか好きじゃないぜ。人生はあっという間、いつの間にかどこの間、ならばずっと子供のままでいてしまえ。夫婦が気を切る、やっほー。